はケイコさん、ラファさんとちょっと付き合ってたんですよ。ケイコさんに子供がいたと、ラファエル子供を連れてくるっていう。かわいい。かみさん、こんにちは。冬にアイス食ってるやつ大体デブ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、じゃあお名前だけいいですか。けいこさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今日はね、ドッキリなんですけど、実はこのけいこさん、ラファさんが昔アシスタントみたいなしていただいてたのっぽくんっていらっしゃるんですけど、はい、だいぶ前ですね。もうジャン君とかで全然前とか、はい、のっぽさんとちょっと連絡を取りまして、はい、で実はけいこさん、ラファさんとちょっと付き合ってたんですよ。あ、そうだったんですか。実はそうですよね。ちょっと自衛隊の時。自衛隊の時。そう、自衛隊の時もうちょい前、だいぶ前になるんですかね。そうですよね。で、なんかまあ遠距離とかうんぬんかんなって、はい、まあ自然消滅じゃないですけど、ちょっとそういう感じで別れちゃってるんですよね、はい、で、まあ関係を持ってるわけです。うん関係を持ってるわけなんですけど、で、今日なんですけど、でもなんとかけいこさんからそラファエルに DM していただきまして、うん、で、今東京在住ですよね。で、ラファさん前、もともと名古屋だったじゃないですか、はい、まさに遠距離してたんですけど、ちょっとまあ東京ってこともあって、久しぶりにランチしようみたいな感じで送っていただいて、なんとかランチをしていただくということになりまして、そのね、ドッキリ今日やってようかなと思うんですけど、実はそのケイコさんに子供がいたと、ラファエルさんちょうど8歳ぐらいの子供がいたってことで、はい、子供を連れてくるっていう。隠し子ってことですね。まあ隠し子ってなるんですかね、世間的に言うと。隠しではないですもんね、全然いるっていう体で、もう行こうかな。もちろんそのお子さんは別ですよ。そのキャスティングというか別で聞いていただくんですけど、実はその子供がいたと、もうラファさんの声というふうに言ってもらって、どういう反応するのか、もうそのリアクションを見ていこうなっていう感じなんですけど、はい、で、けいこさんって今ってはもう東京在住っていうことをお伺いしたんですけど、今何やられてるんですか。今渋谷で脱毛とフェイシャルエステのサロンやってます。へー、経営ですか。みたいな。かっこいいですね。すごい。すごいですよね、女性に、ね、すごい、ラフ好きそうやな、ほんま。まあ何年前かあるんですけど、ちょっと伏せるとして、ラファエルがその自衛隊の時どんな感じだったんですか。めちゃくちゃ荒れ狂ってた。荒れ狂ってた。どういうことですか。荒れ狂ってた。荒れ狂ってた。毎日すごい怒られて。超ド S で。ド S 怒んね。ド S すごい怒られました。今からギャップありますね。荒れ狂ってド S なんですか。めっちゃキモいやん。めっちゃキモないですか。え、あれ来るってどうしたんですか。もう、まあ、でもとにかくやばかった。とにかくやばかった。すごい。でもそういう話もね、だいぶ久しぶりですもんね。そうですよね。で、すごい、ちょっとどんな話になるか、ちょっとそれも聞いていきたいですね。はい。はい、すみません。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。うぅす久しぶりです。え、めっちゃ久しぶりですね。久しぶりです。うぅす、お疲れ様でした。めっちゃ久しぶりですね。久しぶりです。また可愛くなりましたね。わ、久しぶりです。久しぶりです。久しぶりです。大丈夫ですか。え、この辺ですか。今住んでるとこ。東京です。そうなんや。東京なんや。めっちゃ久しぶり。びっくりした。 DM 来たから。え、仕事大丈夫今。仕事大丈夫です。そうなんや、はい、久しぶり。めっちゃ何も頼んでない。じゃ早いな、来るめっちゃ早いやん、来る。そんな早いの、びっくりした。え、何時今遅刻した。俺、いや、大丈夫。早すぎるな。俺で5分前やねん。ご飯食べた。頼む。なんか、うわ、なんか緊張するわ。久しぶりやもんな。何やってんの今。今殺し屋。まともにエステ。あ、エステやってるんや、うん、そうなんや。え、なんか入れ墨入れた。そんなかっこいいね。俺の名前じゃないよね。違う。びっくりした。注文何飲みますか。飯食べました。まだ。まだ食べてない。ご飯食べた。頼む。なんか、飯食べます。わかります。あ、いいっすよ、食べます。エネルギーあります。炭水化物とか。あ、大丈夫です。す、羊の丸焼きいただきます。
でした。DM、そうか、DM。YouTube やってるのってよく分かったね、でも。分かった。友達が好きで。そうなんや、やっぱ分かるんや。分かるんや、あれで。声、やっぱり。声。特徴あるから。懐かしい、びっくりした。今東京住んでて、俺も、うんうん、そうそう、2年くらい、2年半ぐらい前から東京住んでて、ずっと東京もあれかな、ずっと東京。今何歳ってこと？28。あ、そうか、8年前までですよね。うわ懐かしい。え、今彼氏さんおんの？いないです。結婚してんの？というか知らない。おー、そうなんや。そうなんや、ね、いつ気づいた最近？DM ってもしかしてもうずっとくれてた？そんなことない、最近。あ、たまに、まあ、見んねんけど、うん、なんか内容っていうか最初の1行だけ出てるやんか、うん、DM って、うん、そこでもう見るか見んか決めててみたいな、うん、ババーってちらっと見たりはしてて、 DM、 そうそう、あれと思って、もう見ないかなと思って、まあ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 、まあつらいからびっくりした DM 来たから。そうなんや、じゃあもう帰ろうかそうなんや、でその店やってるの今。店、あ、そうなんや。自分でそれ、結構じゃ儲かってるんじゃん、ま、儲かってるって、まあ、自分社長さんやもん、オーナーやもんね。まだ6月に始めたばかりだから、これから、行くわ、宣伝する、全然宣伝するで、普通に動画とかで、まあ医療関係って結構その動画で見せ方が難しいから、うーん、普通になんか体験でやったぐらいやったら別によくて、そう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 、発言とかすごい難しくて、うん、医療関係が全然動画で宣伝する。調子いいの？そうなんだ。あ、本物じゃない。全然普通に宣伝できる。インスタとかも全然高くて宣伝できる。全然なんでもありやから言ってる、普通に、はい、懐かしい。だって俺あれから付き合って、うん、3人ぐらいしか付き合ってんの、これ。あれからほんまに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 あれから3人ぐらい。最近、そうそう、最近俺も別れた。まあずっと仲いいけど、その子いまだにずっとその誰も、うん、そうなんだ。最後いつまでつけた？いつ？ない、全然もう。少女？少女の方なんですか？そうなんや。何？気まずいからもう帰っていい？夜とか飲みに行ったり忙しいもん。夜がもう全然近く取らへんくて、ごめん今日昼で。全然、昼間の方が。ほんまに結婚してないの？結婚してないよ。うん、こんなしててこんな YouTube ってアホやろしてて画面が置いてわーってアホじゃない絶対アホやもう、俺そんな親父で全然してないしてない、普通にふらふら、まあまあ、もう今忙しいな、ほんまに。会社いくつかやってんねんか。そうそうそう、なんか一緒にやったらいいね。なんか俺が投資して、そっちで折半でもいいし。ね、なんかやったらね。うん、やる？いやない。やろうよ。なんでややろうよ。やろうよ。あ、自分でやる。一個ずつ。一個ずつ。なんでテレビやろうよ。一気に買い投資する。5店舗ぐらい一気にやろうよ。大変それ。まあだから引き抜いてもそんなもん引き抜いちゃえばいいか。そう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 、やっぱ YouTube とかインスタとかこういう媒体持ってるから、うん、広告が高いからさ、うん、それが一番いいよね。全部高いから広告が、何やっても無敵っていうか、年間の広告力ゼロみたいな。インスタとかやってないの？あ、ビジネス、そう、タグ付けするわ、今度行くわ。あ、もう入っていいの？メンズもやってます。あ、そうなんや、うん、そうか、8年か、8年か、8年か。ちょっと合わせたい人がいて。え？
こに怖い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 、もうやめて。え、親とかそんなんじゃないでしょ。え、連れてきて。え、ちょっと何何何普通に何俺と会いたいみたいな、そういう意味。友達で呼んでもらっていいですよ。ちょっと、え、何ちょっと、今、呼んできます。ほんまに。え、ちょっと怖いんですけど。ちょちょちょ待って、怖い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 。ほんまに。うん、いいですよいいですよ。いやいやいいですよ。じゃあ違うもんとか連れてくのやめてよ。怖いで。え、ほんまに。全然全然いいですよ。誰ですか、誰ですか。知ってるでしょ。今ちょっと連れてくるんで。あ、いいですよいいですよ。え、ガチで。はい、いいです、いいです、待ってます、待ってます。はい。あれ、終わるんですかね。はい、いる。え。何それ、怖っ。女性高っ。はい、ということで、大丈夫でした。ラファエルの。大丈夫です。大丈夫でした。なんかされなかったですか。大丈夫ですか。大丈夫です。よかったです。はい、で、こっからが本番で、はい、自己紹介できる？名前言える？できるよね。大丈夫。ああ、大丈夫。はい、タータンネルの、ターちゃん。ね。これ実は、ラファエル今一回バンになってるじゃないですか。はいはい、その200何万人行った時のチャンネル登録者数より多いんですよ。もうじゃあ大先輩ですね。もう大先輩。もう隠したラファエル。だいぶ、だいぶだいぶ8個ぐらいしたんで、大先輩。ほんまに大物です。はい、で、そのターちゃん。ね。大丈夫。まあちょっとね、いい感じに人見知りをしていただいてるんでね、ラファエルもリアルさ感じのちゃうかなって思ってます。そうですね、役に入り込んで、はい、いただいてますもんね。はい、あとケイコさんも普通にターちゃんちょっと連れていただいて、まあ適当になんかそのエピソードみたいな、はい、話してもらえれば大丈夫です、はい、大丈夫、はい、できる、大丈夫、できるよね。はい、できます。できます。はい、はい、じゃあそんな感じで、じゃあもう待っていてもね、ちょっとラファエル怪しむんで、はい、はい、じゃあお願いします。もう何どうした？よえー、かわいい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。ラファエルです。はじめまして。え、なにちゃん？さきちゃん。さきちゃん。こんにちは。さきちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。うわー、かわいい。え、何歳？あ、そうなんや、うん、7歳、7歳って何？小学何？1年生、小学生楽しい？うん、楽しくないでしょ、小学校なんかね。楽しいですね。そうなん、で、子供？いやね、そうなんや、子供のみたいな、全然その最初から連れてきたらいいのに待ってたな、隣で。そうなんや、ごめんね。子供おったんや。全然そんな一緒に連れてきたらいいのに。恥ずかしいよね。恥ずかしい。恥ずかしい。女、え、一人だけ？女の子。一人だけ。そうだ、子供おるんや。で、旦那さんは？おらんねんや。でも俺自分で仕事やってるから、あれやね、今大変やったんじゃない？でも最近でしょ、だって仕事でしたの。最近。それがめっちゃ大変だったんじゃない？そうなんや。教えてくれたらよかったのに。結婚式はした？してない。あ、してないんや。あ、そうなんや。でかでかない。ちょっと真面目な話なんだけど、うん、7歳じゃん、うん、いや、ちょっと待って、もう分かってまうもん、それで今ので分かってまうもん。嘘でしょ。やったの8年前。え、ちょっと待って、もう今ので分かるの？俺ごめん、もう見るまで言わんで、俺肩栗やから。俺肩栗って能力者なんですよ、うん、僕。え、マジなやつ。え、もう そういうことやもんね、今の話って。え、ガチ、え、それガチっしょ。ガチっしょ、それだって。え、ほんまに有名人だし、いやいやいや、話だけど。いやいや、よくないよ。よくない、俺マイケル・ジャクソンちゃうねんから。よくないよ。いや、それ疑ってへんけど別に。え、そうなんや。ガチで？でも今日は報告で普通に、まあ、ちょっとも仕事始めたし、うんうんうん、ちょっと挨拶がてら、子供も大きくなったので、うん、いやいやいや、ちょっと待って、
別れた時に、え、それでも言ってほしかったな。マジか。うわ、鳥肌立つ。その後すぐ他の人とちょっと付き合って、すぐ別れちゃったけど、え、その時言ってくれてよかったね。さすがにちょっとタイミングの話しちゃって。マジで。嘘やん。子供。子供。そうなんや。こんにちは。え、でもう会話の中でさ、もう分かったから会話にしてへんけど、え、分かってんの？分かってない。分かって、いや、うん、そうなんや。え、どうすんだけど今おらんねんよ、彼、お父さん。ねえ、え、いいやね、結婚しようよ。え、あかんの？え、マジで？ほんまのやつなんですよ。ほんまのやつ、ほんまやもんな、うん、ほんまやもんな、このガチプライベートやもんね。ね、ね、ね。かわいいな、かわいいな、かわいらしいな。小 1？ そう、今年の4月から1年生。1年生って7歳とか8歳なんだ。そうなんだ。え、今マジでどういう風なあれなの、スケあるなの、その生活の。テンパるわ、テンパってる、ちょっと。どういう風なの。え、自由にやってて、それ普通にいけてるんや、うん、今は普通に育てれる感じなんや。あとお姉ちゃん近くに住んでるから、ちょっと見てもらったり。嫌いやったわ、自分のお姉ちゃん大嫌いやったわ、あいつやろ。あいつもこっちおるんや今。ガチで。あ、そうなんや。え、そうなん。でもあれ、まあそのおる前で話すのもあれやけど、まあ迷惑じゃなかったら徐々にどうなん、遊んでいくっていうのは。遊んでいくっていう意味じゃなくて、そういうなんか回数重ねて、だってあれじゃない、なんかな。え、入り込むとうざい、逆に。俺ほんまに誰も今彼女もおらへんし、全然全然。なんかいろいろ説明せなあかんことあるけど、俺も動画上のこととか心配、まあ確かにあのラファエルのキャラって心配だと思うけど、あんなノリ嘘やから全部。いろいろなんかゆっくりゆっくり回数重ねて会っていってみたいな。で、それはさ、稽古のあれもあるから、そんな別に何もないんだけど、その間って俺もあるやんか、二十歳になるまでは。そのだからそれまでなんか、そっちはそっちで好きにしてもらったんやけど、問題なければ入り込んでいいとこまで入り込むけど、その全然全然もう迷惑じゃなかったら全然いけるけどな。え、ほんまに今彼氏もらんの？いない。どうすんの今？墨田区。墨田区はもう花火の時が行けへんってやろ。花火見る時が行けへんって、そんなとこ。それが理由やろ、だからそれが理由やろ。今だけやんか、それ子供喜ぶ。住みたくなんか住みたくないよね。みんなと住みたいね。お兄さんと一緒に住む？動き止まってもうたやん。え、あれな、え、ちょっとほんまにさ、ちょっと回数重ねながらさ、ちょっとまたあの一緒でもいいし、ご覧の時でもちょっとまた真面目な話、今おるし、なんかあんまり言うても7歳8歳やったら分かってまうよ、会話の内容も。突っ込んだ話もできへんから、迷惑じゃなかったらそのちょっと回数重ねて会うようにせへん。とりあえず家賃とか払うわ、生活費とか。ほんまにほんまにほんまに、そういうなんか変な意味じゃないよ、俺もそういうの払うわ。大丈夫、生活費全部払える。大丈夫、月2000万ぐらい払える。ほんまにほんまにほんまに、月2000万ぐらい払うわ。港区で一番のパパ活してますね、じゃあ。子供の前で読んでたから。子供おると俺もちょっとスイッチ入ってまうんだけど、全然全然。なんか、当時やから、俺もどんな風やったか俺覚えてないけど、言われるわ、当時は。なんか、もう、まあ、会って、言うて30分ぐらいやから、稽古もあんま分かってへんもんけど、リアルはもう全然喋らんねやんか。めちゃ、もう、まあ、もう言うて、年も取ったし、全然やけど。当時はめっちゃ元気やったんだよ、俺。あのままじゃないかな、多分動画の中の俺って。あんなんちゃう今、ほんまに。もう普通に。お互いだね、当時だったし。わーって感じじゃないかな。
全然全然あんなんじゃない、普通にゆっくり静かにしてるから静かに、ビビんねんけど、ガチガチなやつそれ、うっせやん、うん、すごっ、ちょっとほんまに、迷惑じゃなかったらもうちょっと次会う予定決めへん忙しい、仕事が忙しい、ち予定だけ決めよう、次の会う予定だけ、毎日休みないの、ね、その店長は、店長はじゃあやっとるわ俺がそれで、それで一緒に乗ったほうがいいで、その間はて懐けてるわけやろ、普段あの、あいつに、お姉ちゃんに俺と大嫌いなやつにで、普段一緒に乗ったほうがいいもんで、その間はて親父どっちかおったやけど、絵撮ったほうがいいんちゃうんだけど、絵撮ったらいいんちゃう、絵撮ったら自分がやりたいんや、現場に立ちたいんや、あ、そうなんや、現場に立ちたいんか、あ、そうか、自分がやりたいもんな、そうか、じゃあでもなんか何かしらあれやな、そっちが断っても二十歳までは逆にちょっとおせっかいしたいわ、大丈夫大丈夫ちゃうって何の報告なん、逆に気持ち悪いよ俺それ、何の報告なん、逆に気持ち悪いわ、大きくなったから二十歳まで毎月1000万払うわほんまにほんまにほんまに、ちょちょちょ、まあ子供の前であれ言うのもあれやけど、別に迷惑じゃなかったらワンチャン仲良くしていきたいからそういう男女の意味でもこうずっとずっと迷惑じゃなかったら、もしそういうのが可能であれば、なんかほんまにまだあと30分1時間やから、もっとその間だとお互いいろいろ話さなきゃいけないか、その昔以来戻れたらじゃないけど、そうそうそう全然それありやし、そっちの方がさ、そうなった方がっていうか、普通になんか義務やからどうのこうのでって言ってさ、金もらうもらえへんってさ、もらえへんって選択しないから、ちなみに言うとくと、ええ、その選択肢はほんまにない俺がないって言ってないから、その選択肢それはないねんけど、どっちにしよう、どっちにしよう、それはもう拒否権ないから、それは逆に、いやもうその無理やろ、さすがに紹介されたら、全然全然いけるいけるいける、次の人なんかさ、誰か見つかるとかさ、その人と一緒におる間だけなんかあれやったら、そのなんか拒否するでもいいし、その何もない間は逆にずっと俺が、あれやろワンピースって見る？見ない？わかんないね、わかんないね、そっか、俺天竜みたいなやんか、全然受けへん、全然受けへん、全然受けへん、子供どうやって接したらいいの、天竜ビルが金めっちゃあるって言いたかったけど、めっちゃ滑ってるやん、何を見んの子供って今、メーターってコナン嘘やん、ちょっとほんまにちょっと真面目なやつで、ちょっとほんまにあのもう明日から今月からちょっととりあえずちょっと携わらして仕事は自分が趣味でやってるんやったら、あの別にそんなおせっかいはせん、仕事に関してはおせっかいせんから、でも別にやれるんやったらそれなんか拡大できるし、全然全然、え、逆に何の報告なんじゃ逆にお前何の報告なん、逆に今日夏休み知らんがな、夏休みの思い出ラファやなってみたら違うやん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 、ガチやん、だってえやば、そんなことあるんや、8年か、長かったもんな、長かったもんな、8年か、そうなんや、とりあえず小僧番号教えてとりあえず小僧番号教えて、もうまずそれはそこまず拒否権ではないから、俺がそうってさ、そうなんで拒否権ないんで、そうか、とりあえず次また今週はあるの、めっちゃ拒否いるやん、めっちゃ拒否いるやんOK じゃあ来週で、え、っていうかさ、ほんまに、あ、別に忙しいやんか、自分の趣味でやってんやんか、今小学校行かなかったらあれやけど、お姉ちゃんが見てくるとあれやけど、慣れてきたら別に俺普通に遊べるで全然、俺めっちゃ時間あるしな、全然ディズニーランド貸し切ろうね
ね、貸し切ればね1億ぐらいで貸し切れんねんて。お前半日1億円やけども確かね、ディズニーランド貸し切ろうね。誕生日ディズニーランドでやる。ねえ、ミッキーマウスボコボコしようよ。誕生日ディズニーランドだって。ミッキーマウス耳かじろうね。何が好き？あれはあそこ行った、大阪の USJ。行った。うん、2回ぐらい行った。何回行ったやん。次一緒に行こうか、じゃあ。全然遊べるぞ、2人で。全然。それはあり？俺2人遊ぶあり？ありかな。全然いけるって。で、今はその趣味に没頭してんやろ。趣味って仕事、お金稼ぎだけやったら別にそんないくらでも店長雇ったんや。俺はそれでしまいやん、そんな話。店舗拡大して全部自分の権利持っとったんや。俺いらんし、そんな権利持っとったんや。それなんか持ってたら入っちゃう。そうなんや。全然遊べるわ。今週でも会われへんかったら会えるんやったら別に全然ありやで。迷惑じゃなかったら。遊ぶなあ。考え中。え、でも無理やね。なんかそのどっちに似てるっていう話で言うと俺には似てないよね。結構似てる感じになるね。俺なんか似てない。大きくなってくると、そうか、顔も変わってくるか。ちょっとでも、まあ、傾向になるかな。俺ではないよね。そろそろ行く。そうか、女の子だったら俺、見に行くのかな。行きましょう、行きましょう。お疲れ様です。おーおい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 、お父さん。おい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 、ちょっとちょっとちょっと。え、ちょ、ほんまにやめて。いやいや、かわいそうになってきてね。お前、髪かなんかか、上から来すぎやろ。髪ぐらい上から来てる。いやいや、かわいそうになってきてね。なんなんすか、今日は。え、ちょっと待って、ちょっとサングラスもつけ出してもつけて、つけて、早く。お前、これだけ言わせてくれ。つけてから言ってください。つけて。お前、8年前の女よくない。ちょっと待って、つける前待ってくれ。ちょっと待ってくれ。8年前の女よくない。つけてから話してくれ。ほんま可愛いなったな、ほんまに。はい、つけてから、つけてから、つけてから。いや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 、何やちょっと、座っていいですか。あ、じゃあ神座座んだよ。神座座んだよ。神座。え、ちょっと待って。いや、もうせっかくなんで、親子。お前、ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろ確認させてくれ。いろいろ確認させてくれ。もしって、ドッキリなんやろ。ドッキリなんやろ。ほんまやったら、これ全部送らない。絶対出せんよ、子供なんか。俺、子供なんか絶対出せんよ、子供なんか。俺、これ、まあ、言うたら呼べみたいなもんやからな。これ、ほんまやったら送らない。お前ら、これ言ったらけど。いやいや、お父さんこっち、お父さんこっちで。やめとけて。せっかくやから。あ、すごい、喜んでるじゃないですか。喜んでる。やめとけて。いやー、ちょっと待って、いやいやいや、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。いや、やめてくださいよ。血縁関係ないんすから。そ、しかもラファさんより格好いいぜ。ないんかい、ないんかい。ほんま YouTube 見ないんすね。ほんま知らないんすね。え、どもうだいぶあるよ。え、YouTuber？ 違う知り合いでしょ、もともと知り合いでしょ。のっぽさんからの紹介。で、それ分かるけど、YouTube 今やってるのかなって。いや、違う。タータンネルのターちゃん。え、知らない。ガチ、知ってるよ。先輩やん、っていうか大先輩です。先輩やん。そうっすよ。お前らからしてもそうだよ。お前らそうですよ。お前らからしたら大先輩やろ、これ。どんだけ稼いだろ思ってんだよ、これ。そう、だからラファさんにもうだいぶ隠したんだよ、ラファさん。おお、すげえ。そう、敬語で。おっす。え、たーちゃんだよな。たーちゃん。たーちゃんさん、お久しぶりです。おっす。え、YouTube、初めてだってどのぐらい？え？もう4年ぐらいですね。あ、そのそうっすよね。え？た、あ、うっす、おっす、おっす。すごい。俺、忠実な部下です。俺、最高の右腕って言われてます。忠実な部下です、僕は。マジっすか？あ、はじめまして。はじめまして。うわー、かわいいなー。かわいい。大戦200何十万チャンネルあるんですか。はい、そうですね、80万。知ってるよ、知ってるよ。
全盛期にしたっすもんね、ラハさんの。いやいや、ほんまにそう、ほんまにそう。そうですね。え、すごっ。その規模のチャンネルの。もうそこで見下しますもんね。うん、もう足とか組み出したもん。で、え、どういう、だから、隠し子ドッキリですか？そうです、隠し子いたらどうすんのかっていうリアクション取ったんですよ。お前やめときよ、ほんまに。お前ほんまやめときよ、そういうの。ほんまにね、ご協力していただいて。DM めっちゃ送ってきてて。ガーッとって。はい、めっちゃ協力してもらって。全然見つけんだけど。はい。マジか。はい、そっから来た。わ、信じたわ。さすがにね。俺信じたわ。俺も、ケイコと結婚しようと思う。ガチで結婚しようと思う。案外俺がグイって言ったら下がったから、あれって、あ、そうか、まず男として見られなあかんもんね。そうやなと思って、グッって言ったら、うっって言うから。あれはそうで、協力してもらってるんで、そんなつもりないんで。いや、そんなつもりないでしょ。おい、やめとけ、おい、やめとけ、この元カレで、やめとけ。そんなつもりないでしょ。マジで、はい、なんなん、結婚してや。結婚してくれよ、俺と。それはそうでしょ。じゃあ俺と結婚しろよ、わかんの。今大丈夫だ。結婚しろよ、俺と。なんで結婚するのことあるんだろうな。あかんやる、絶対ダメですよ、そんな。結婚しろ、俺。あかんマジで。まあ楽しみですね、動画見るの。はい、どんな感じに仕上がる。うわ、俺もっと子供なでなでしとったよかった。ぐるやーなでなでしとったよかった。ぐるやー出してなでなでしとったよかったわ。そんなに急にあったらびっくりするの。まあまあね、そうなんやと思って。だからバレるかなんだよね、ほんま。でも恵子さんはいけると思うんですけど、うん、だからもう見てたらもう絶対わかるじゃないですか。そうやけど、ほんま。でもこれだけ言わせてもらっていい、はい、俺ぶっちゃけ全然こいつ似てへんな思った。いや、ほんまに思ったね、全然似てない。恵子ってもしかしてめっちゃ宣言してると思ったよ、俺。俺ちょっとそれは頭に。おいお前恵子、お前めっちゃ宣言してるやんけ思って。自分の子供とは信じ込んだんですね、やっぱり。でも別に嘘がないし、あとで DNA 判定なんかしたらもう分かることですから。ああ、で、お金うんぬんかんぬんの時そんなんもいらんねんっていうのが、あ、うん、ちょっとガチや思って。ドッキリやったら、ほんやったらドッキリとか、まあ、なんかやらしいあれやがったら、ほんやったら引っ張れるやん、なんぼで。そうですね、まあ、僕らもいないですしね、ここ。そうで、ほんまそうやで。そうそれもあるし。うわぁ、鼻ほじいっちゃダメよ。こんな子は正座したらあかんっていうのと、鼻ほじいちゃダメだからね。ね、正座したらあかんから、女の子ね。絶対あかんで。お前、足短くない、ね、かわいい、なんでこんなかわいいんだよな。かわいいですね。俺の子供やな。違う、ドッキリやろ。えい。マジか。え、彼氏はほんまに笑うの。へぇ、とりあえずじゃあ付き合ってや。いや、やめてとりあえず付き合ってや。なんでなお前、なんでな。大丈夫なんだよ。付き合ってよ、ほんと大丈夫って言ってるじゃないですか。大丈夫、OK って意味。こっちはそういう風に取るけど、関西こっち関西ですから OK って取るけど、そういう意味じゃなくて。違う。たまに敬語入ってるじゃないですか、そういうことですよ。壁あるでしょ、絶対。壁作んなよ、お前。8年越しで、お前壁作んなよ。ガチか。そうだね。ね、 YouTube どう、楽しい。だからお母さんも来ていただいてるんで。あ、はい、お母さんはいらっしゃるんですか。はい、僕らは向こうでいましたから。どっちでいいでいい、お母さん。いらん協力すんないで。あ YouTube でも楽しめるからね、楽しみ方教えるからね。まあまあ、でもどうな、他にいろいろやりたいことは、やりたいことを YouTube の中でやるのが一番いいんじゃないですか。で、恵子さんに言う。お前お母ちゃんなんか親子の相談みたいって違うんすよ。まあその辺はもう任せてください。僕もうコンサルセッション日本一なんで、僕 YouTube の。もう僕のもうすごいつまんない顔してるんで。めっちゃつまんない顔しますけど大丈夫ですか。現状な。そうかそうか、 YouTube 楽しめればいいのにね。 YouTube 以外のことも好きなことやればいいか。確かに。趣味何なの、何が好きなの。名探偵コナンコナンじゃない、犯人はお前だって。ね、無理があるね、あのアニメね。そうか、はい、ね、かわいい、おとなしくして賢そうな、賢そうやな。あー、そうか、びっくりした。びっくりした、えい、びっくりした、マジで。格上ですよ、格上。
えいえい、びっくりした、そうか。よかったですね、まあ。まあ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 、たまには、たまには。まあ別に俺は全然あれやで、あの嬉しいから、それはそれで。まあ、ね、こんなこともないと会うこともないですもんね。そうないし、そんなガキなんかと会うことないし、こんなことないと。し、そう別に全然俺もバリバリ普通にもう、ほんならもう結婚しようみたいなノリやけど。それ病やろ、そんな。病で結婚やろ。こっちは病じゃないっすよ。なんで、お前さ、お前なんなの、マジで。お前さ、お前終わってんねんか、ドッキリ終わってんねんか、別にええやん。付き合っていいやん、俺と。なんでなん、大丈夫、タイプ。お前。今日僕が実はドッキリはされる予定だったんですよ。そうなんですよ。インさん帰るときで、ゴザを読んで、家の鍵を渡してやらしとくっていうことだったらしい。カメラを下げて、そういうことですよ。ほんまやったら謝らんためじゃないですか。うん、ただ、こいつと違うんじゃないかな。あ、逆に切れたのかな。逆切れっすよ、全然。逆に、よし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 、あれ帰ってもらおうかな。あー、いいさん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 、い